ファイヤーエンブレム、エンゲージ。大家好，我是 Tim。我们今天来玩一款新游戏，叫做《圣火降魔录 Engage》。哦，好，其实《圣火降魔录》这个系列呢，以前一直没有机会玩，那最近一次接触是那个19年风花雪月的部分才开始玩。那其实以前都蛮想玩的，但是它这款毕竟算是任天堂独占的游戏。那我之前是没有买任天堂主机的，那是也是从18年，应该是18年吧，18年，然后有买了个 Switch， 所以才开始有机会可以玩这款游戏的部分了。是18年吗？应该是18年年末了。那时候那个什么《萧星传奇》也是出在 Switch 上面出了个重制版。我这几年那个邦代的游戏其实慢慢都往 PC 上面了，所以传奇系列也慢慢也就不需要买这种主机啊之类的。虽然说 Switch 可以带着玩，我那时候买 Switch 也是因为说它可以，毕竟可以带着玩，所以那时候有点心动，因为毕竟从小也是有买 GB、GBA 啊这些的，还有 GBSP。好，那这一款的话，我觉得跟前一座我目前看的，因为它好像它这次的宣传没有什么放太多什么试玩影片什么的。他就是按照任天堂他自己的宣传，他放他自己的那些官宣影片啊、系统介绍什么，所以我也只是大概看看。我感觉这一款跟《风花雪月》那种不同阵营之间对抗啊，然后比较有战争气氛的感觉，这款好像比较偏就是纯奇幻的 RPG， 只是它是用战棋的方式，所以也算是跟前一座有一些差距。不过这看起来好像跟前几座的风格应该是比较像，然后看他一些影片战斗都是一个单位 VS 一个单位，不像是之前比较像是一个队长或一个将领，然后下面有带一群指挥一群小部队，然后可以自己打或是派部队去打之类的。所以风花雪月应该这样，等于是他把部队变成一个装备，有要求一些技能啊什么，所以你在那个培养角色培养方面呢，都要做都要考虑进去才能用一些比较高阶的兵哦。所以风花雪月我觉得养成的部分还不错。那这一款等于是我第二款玩的风花那个圣火降魔录游戏，所以它这种纯 RPG 的看起来比较先偏一般 RPG 的这种养成的话，我可能就要重新适应一下。然后我看预告片，我觉得这一代画质好像比风花雪月要好一点，但目前进来感觉好像这种环境材质我觉得还好，因为我不晓得是不是风花雪月它那个在战斗的时候，因为画面里面旁边很多小兵会互打，导致说他的一些建魔术啊什么的比较在那个场景比较多，所以我不晓得是不是有吃到效能，所以画面比较差。我想说这一代都是一打一，所以画面会不会好一点？看起来好像场景
建模还是 Switch 的那个样子，大概这样。然后一下 Switch 游戏选项好像根本就没什么，看一下哦，语音是日语嘛，对，文字繁体这种，对，所以没什么那个复制内容，我也不知道干嘛。然后他刚说什么 1.1 版，哦，不用，这个是哎，进到商店页面，他好像我记得我那时候在买的时候，他好像只有那个什么多一个 Season Pass 3000日元吧，那时候也没有特别买，那就不管了，我们就介绍就介绍到这边好。反正这次就有一个特色，就是有一个戒指可以切换成千几座主角。然后我们风花雪月的主角好像也有在里面，那更旧的那些毕竟我没有玩，所以我也没办法介绍什么，也没有什么很感动啊或什么的，因为这个有点，这种有点像英灵系统，你知道吗？就你要真的很喜欢前几代的那些角色什么，你可能会觉得很爽。我的话是目前还比较没有共鸣，当然他如果用起来很强很爽的话，那是另一回事了。好，那这款应该蛮多人录的吧，所以我也只是看一下可不可以蹭一点流量玩，我一定是会玩的，至于要不要录，我对剧情不太期待，所以我不晓得。然后它中间有很多那种养成啊什么的，又穿插一些故事跟对话，对我来讲这种游戏要录其实不太好录，所以就这样吧。反正现在过年嘛，大家如果愿意看的话我就多录几集，反正过完年之后铁定就是忙到死。好，我们就开始吧。这个建模真的是都还可以吧，没有到很精，这材质没有到很精致。为什么我觉得女生呆呆的这个？那我们选男角吧。还可以取名字，就取他预设就好了。玩个普通好了，我都是选经典的，我不喜欢那个，我还要顾虑角色会死啊或什么。连接网路为什么要连接网路？不连接，算连使用一下，看到底会怎么样？通讯功能，通讯要干嘛？反正我有空我自己在，对，我有空自己在研究吧。演芸してくれ。我好色哦，开场就跟人家说要结，跟我结合吧。行こう。奥にいる敵を倒せば、この戦いは終わる。僕たちならできるさ。皆が切り開いた道を無駄にはしない。我が終わらせてやろう。ここがお前の墓場となるのだ。
に近づこう。僕も共に行くよ。啊，那不免俗要来教学一下。应该他的系统应该跟之前差不多吧。やってみせます。の力をもってしてもこの我は倒せん。敵はもう近くにいる。攻撃を仕掛けよう。哦，这么痛！お前はここで滅びる定め。指輪はすべて我のものだ。準備はできている。さあ僕とエンゲージしてくれ。持续三回合嘛，就好像介绍的时候有那个。今こそ心を一つに。エンブレムエンゲージ。君との強いつながりを感じる。今なら強力な一撃を放てるはずだ。行こう。結合技。希望他的那个结合技的演出够强。我觉得演出还是不够帅，他这一代主打这个可以这样子结合，然后但是放大招好像就是比之前的那个你一刀我一刀的再华丽一点。我觉得在邦代毕竟有并过 Namco 的那个团体，邦代再怎么拉垮他的一些像海贼王啦、啊、传奇啊什么，我觉得他在那个一些大招的演出，我觉得还是比圣火看起来好像还是比圣火强一些，强蛮多的，我必须要讲。ありがとう。君のおかげで世界は救われた。僕の役目はここでおしまいだよ。けれど、僕はずっと君のそばにいる。あの日のように隣に立つ日を待っている。もしもいつかまた会える時が来たら。思い出してくれ、僕のことを。君と共に戦った12のエンブレムのことを。
目を開けられた。あなたたちは。あなたは。え？神竜様ですか？神竜様ですね。神竜様がお目覚めになりました。あの全く二人とも騒々しい。お目覚めになったなど、そのような嘘を。神竜様、これは奇跡だ。よもや本当にお目覚めになられているとは。ああ、その目が開かれている玉眼を私の代で拝見する栄誉を賜れるなど。あなたは。申し訳ございません。つい取り乱してしまいまして、私は第32代目となる竜の守り人、名をバンドレと申します。バンドレさん。なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。ねえバンドレさん、本当に神竜様起きてたでしょ。僕たち嘘なんかついてないよ。あなたたちはさっきの。はい、すみません。先ほどは驚きのあまり自己紹介もせず。僕は第33代竜の守り人クランです。どうぞお見知りおきを。同じく第33代竜の守り人フランです。クランの双子の妹なんですよ。あなた様がお目覚めになるのをずっとじーっとお待ちしておりました。我々竜の守り人はあなた様の守護者。古の時代より代替わりを続けながら、あなた様がお目覚めになる時をお待ちしていたのです。いやはや本当に驚きました。何せ初代竜の守り人の時代より実に千年もの時が経っているのですから。千年。私は千年の間眠っていたのですか。はい、母君、神竜王ルミエル様もこの時を待ちわびておられました。神竜の王族たるあなた様の目覚めはこの世界にとって大きな知らせとなるでしょう。待ってください。神竜王ルミエル、それが私の母なのですか。それに神竜の王族って私が。神竜様、もしやご自分のことを覚えていらっしゃらないのですか。名は覚えています。でもそれ以外のことは何も。それって記憶喪失ってやつでは。もしかして眠り続けた弊害なのでしょうか。私は一体。大丈夫です。きっとお目覚めになったばかりでまだ混乱していらっしゃるのですよ。よろしいですか。あなた様は神竜、この世界で神と崇められる竜の王族です。そしてあなた様の母君は聖地リトスを滑る神竜王ルミエル様。千年前に起きた戦争で悪の元凶たる邪竜を封印した偉大なお方。あなた様はその神竜王ルミエル様のたった一人の巫女なのです。戦争、邪竜、何か思い出しそうなのに頭にもやがかかっているようです。無理をなさることはございません。きっとすぐに思い出されます。何せあなた様は神と言い伝えられし尊きお方。高貴で優しく武勇に優れ、どのような敵にも恐れず勇敢に立ち向かったと聞き及んでおります。そんなにですか。噂におひれがついてません。ひとまずリトスの王城に参りませんか。ルミエル様に元気なお姿をお見せせねば。
会ってお話をすれば何か思い出すこともございましょう。わかりました。そうと決まれば早速出発ですね。リトスの神竜王城へ。さっきまでいた場所は空の上にあったんですね。神竜様が眠っていらした場所は離宮ソラネル。恩美の安全を確かにするために浮遊島の上に作ったと聞き及んでおります。最も堅牢な空の要塞と呼ばれており、認められた者以外の侵入を許しません。空の要塞、皆さんもずっとそこに？はい、私たち竜の守り人は神竜様の守護とソラネルの管理が主なお仕事なので。ちなみにソラネルは選ばれた人間しか入れない聖地の中の聖地だとも言われてるんですよ。各国の王族様方が神竜様に会いに来られることもあります。特に敬虔な神竜信仰であるフィレネ王国の王子様と王女様はよくお越しになりますよ。こう拝んで見つめて眠る神竜様に話しかけて帰るって感じです。なるほど、いろいろ教えてくれてありがとうございます。クラン、フラン。キャー、神に名前を呼ばれました。その上お礼を言われちゃいました。感激すぎてそっと押しそうです。むしろもうそっと押しています。お前たち神竜様の御前だぞ。まったく、誇り高き竜の守り人として恥じぬ振る舞いをしろといつも言っているというのに。神竜様、ご無礼をお許しください。無礼だなんて。賑やかで楽しいです。さすが神竜様、お心が海より広い。あ、王城が見えてきましたよ。あれが神竜王城、神竜王のいる場所ですか。千年ぶりのご帰還ですな。お城までエスコートさせてください。お手をどうぞ。ありがとうございます。あれ、私の手に指輪が。眠る前からつけていたものでしょうか。この青い石、何かを思い出しそうな。何ですかこいつらは。バンドレ、リトスの地にはこんな化け物が。いいえ、初めて見ます。平和なリトスにこのような化け物が現れるなど聞いたこともありません。そうですか。では戦われますか。さすがは神竜様、お噂にたがわず勇敢で。いいえ、逃げましょう。え、相手の正体がわからないのであれば立ち向かうのは得策ではありません。それになんだか嫌な感じがするんです。さあ早く。いや、しかし神竜様のご命令であれば従うべきか。では神竜様を先に。ここは僕たちが引きつけます。ダメだ、お前たち前に出すぎるな。あ、武器が囲まれちゃいました。クラン、クラン。待っていろ、今助けに向かう。这个是什么拔蜡剧情。バンドレ、神竜様危険です、お下がりください。二人は私を守ろうとして襲われたんです。下がっているわけにはいきません。逃げると言ったことを撤回します。どうか共に戦わせてくれませんか。わかりました、どうかご無理はなさらぬように。ありがとうございます。なぜこのような化け物がリトスの地に。奴らは危険です、茂みに身を隠して進軍いたしましょう。啊，草丛加30%。
感利率。这一代没有速度系统吗？不然要怎么砍人家两刀？那他有没有前后夹击的那种什么加成？化け物がこんなに、神竜様、逃げてください！フラ、大丈夫？クロン、クロン、そこにいては危険だ。王城に向かって逃げろ。敵もなかなかに手だれですな。神竜様、もしお怪我をされましたら傷薬をお使いください。他这一代攻击，起码的攻击动画好像比较好，比较有过去捞敌人的感觉。フラは僕が守る。お前なんか怖くないぞ。誰かが私を。これは僕が君の力に。この声は、もしもいつかまた会える時が来たら思い出してくれ。僕のことを、君と共に戦った12のエンブレムのことを。神竜様、行きません。あなた様お一人では。大丈夫です、バンドレン、一人じゃありません。お願いです、私に力を貸してください。輝け、始まりのエンブレム。エンブレム、マルスだ。
やりました、ありがとうございますマルチ。ああ、また会えて嬉しいよ。君が思い出してくれたから僕はここに来ることができた。あれはもしや伝説の紋章師。クラン、クラン、今のうちに逃げてください。は、はい。マルス、この場を切り抜けるために力を貸してくれますか。もちろんだ。ここからは君と共に戦うよ。最後まで君の力となろう。看他这给的什么四破回避加十五，心之图奇，图奇。所以他结合直接加两下普攻了。神竜様、パンドレさん、ありがとうございます。あの、すみません、僕たちが前に出過ぎたせいで。そんな、謝るのは私の方です。二人とも、私を守ろうとしてくれたのでしょう。危ない目に遭わせてごめんなさい。無事でいてくれて、本当によかった。神竜様、また奴らの気配が。倒したはずなのに。奴ら仲間を呼んだようですな。まずいですぞ。これでは倒してもキリがありません。まだこんなに。今度は竜まで。ついに目覚めたのね。
本当にあなたなのね。はい、助けてくださりありがとうございました。会いたかった。え、あなたが目覚めた気配がして早く会いたくて飛んできたの。どこも痛いところはない？体が動かしにくいだとかは？大丈夫です。よかった。母さん、ずっとあなたに会いたかったのよ。あなたが母親？どうしたの？まさかあなた。ルミエル様、実はお目覚めになられた時からご自分のお名前以外の記憶がないのです。そういうことなのね。ごめんなさい。あなたにとっては我が子との再会なのに。私こそ気づけなくてごめんなさい。嬉しくてつい全力で抱きしめてしまったわ。そう、すべて忘れてしまっているのね。ずっと眠っていたのだから仕方ないわ。千年もの間ずっと。バンドルから聞きました。私は千年前の戦以来眠っていたと。戦いの中で負った深い傷のせいよ。そのせいであなたは。深い傷？やはり思い出せません。この世界のことも何も。大丈夫よ。あなたが忘れたことは私が教えるわ。何も覚えていなくても生きていてくれればいい。あなたが私の子だということに変わりはないのだもの。はい。暗い顔しないで。私はあなたと言葉を交わせるだけで十分幸せよ。ねえ、その瞳とっても綺麗な色ね。哇，这个场景是可以探索的。说地上有东西可以捡吗？这边只有一只鸟啊。哎，我看到了。哇，这也太隐秘了吧。啊，他这个场景还是弄得挺简陋的。但是好像有渲染的比风花雪月好一点。不过这个剧情我真的是太传统了呗。风花雪月不愧是三个国家三条主线，还是写的比较那个。すごい！还是写的比较好。ありがとう。さあ、王城へ行きましょう。私の背に乗って。ここはエレオス大陸。四つの王国と一つの聖地からなる世界。豊穣のフィレネ、武力のブロディア、英知のイルシオン、自由のソルム、神竜の住む聖地リトス、そして今は滅びた蛇竜の地グラドロン。
千年前、この世界で邪竜との戦争が起きました。私たちは異界の英雄エンブレムに力を借り、各国の戦士と共に一丸となって戦い、長きにわたる戦いの末、邪竜の封印に成功しました。しかし時が経つにつれ封印の力は弱まり、ついに邪竜復活の兆しが見え始めたのです。もしも本当に復活してしまったのなら、私たちはもう一度戦わなくてはなりません。邪竜ソンブルト、这个构图怎么那么像 Unicorn？ ようこそ神竜王城へ。ここまで来ればもう安心よ。ここが王城。綺麗な場所ですね。あなたにはお帰りと言わせて、たとえ記憶がなくとも、私はいつかまたここにあなたを迎えたかった。お帰りなさい。ただいま戻りました。ありがとう。ダメね、嬉しくて涙が出そうだわ。ルミエル様、バンドレ、クラン、フラン、竜の守り人たるあなた方にはお礼を言わないと。眠る我が子を守護してくれたこと感謝いたします。もったいなきお言葉です。本当にもったいないお言葉です。うれしすぎてまた卒倒するかも。褒められてしまった以上、今後も伸び続けるしかありませんね。それにしても驚いたわ。リトスの地に異形兵が現れるなんて。異形兵？あなたたちが草原で戦った敵のことよ。あの化け物ですか。私は奴らが苦手です。見ると背筋が凍るような感覚が。そう感じるのは無理もないわ。あれは死した人間が悪しき力で蘇った生ける屍。千年前の戦争でも邪竜が使役していた兵たちよ。幾千万もの超実月の間、このエレオス大陸は平和だったのだけれど、千年前突如として邪悪な存在が現れたの。それが邪竜、名はソンブルよ。奴がどこから来たのかだけはどれだけ調べてもついに手がかりがつかめなかったけれど、戦を仕掛け破壊の限りを尽くす者たる以上、私たちの敵であることに変わりはないわ。そして異形兵が張りこっているのなら、邪竜が目覚めている可能性がある。あなたが同じ時期に目を覚ましたというのも気になるの。もし邪竜の封印が解かれてしまったのであれば、私たちは再び戦う覚悟をしないと。邪竜を相手に戦うだなんて。大丈夫よ、奴はすぐには仕掛けてこないはず。王城には神竜の気が満ちているから、異形兵もやすやすと足を踏み入れられないわ。今のうちに策を講じましょう。紋章師マルス。ルミエル、久しぶりだね。先刻は力を貸してくれてありがとう。僕だけでは何もできなかった。思い出してもらえたおかげだよ。もしかしたら他のみんなも同じように目覚めているかもしれない。そうね。他にも紋章師がいるんですか。あなたに伝えておくことがあるわ。私についてきて。ここは指輪の魔よ。
紋章師の指輪が安置されている部屋。ここには他にも聖騎士の指輪、剣王の指輪、青き風空の指輪、そして聖王女の指輪、導き手の指輪があるの。マルスの宿る英雄王の指輪と同じようにそれぞれ紋章師が宿っているわ。マルスのような指輪がそんなに、全部で6つもあっただなんて。いいえ、紋章師の指輪は全部で12、残り半分の指輪は他の国に託してあるの。危険だから。危険？紋章師たちは12全ての指輪を持つ者に強大な力を与えてくれるの。エレオス大陸は代々神竜族が力を賜り、正しきことに使い大陸を繁栄させてきたわ。千年前の戦争でもその力のおかげで邪竜を封印することができたけれど、それゆえ指輪を求める者も多く現れた。強大な力は持ち主次第で善にも悪にもなり得るわ。だから一箇所にとどめずに別々の場所に保管しているんですね。力が与えられるのは千年に一度、そして今がちょうど千年目の時。時が来れば神竜が各国を巡り、王たちから愛と信頼を持って指輪を託されるのが通例よ。この儀式はもうすぐ私が執り行うはずだったのだけれど、邪竜も指輪を狙っていれば危険だわ。先に紋章師を権限されてしまうかもしれない。権限ですか？紋章師を指輪から呼び出すことよ。さっきあなたがマルスを呼んだようにね。その力は竜の血を引く王族にしか使えない。あなたは間違いなく私の子よ。あの時頭の中に呪文が浮かんだんです。呪文？輝け始まりのエンブレム。気がつけばその言葉を口にしていました。そうしたらマルスが助けに来てくれたんです。呪文でマルスを権限させたのね。その時あなたは何を願っていた？私はただクランとフランを助けたいと。失うのは嫌だ、私が守りたいと、そう思ったんです。皆のためを思ったのね。これからも権限の時にはその気持ちを忘れないで。決して奪うためではない、守るためにその力を借りたいのだと。はい。次は実践の鍛錬をしましょう。神竜の王族としてやるべきことはたくさんあるわ。ここなら存分に鍛錬ができそうね。紋章師の力がいくら強くても戦うのはあなた自身。その身と心が強くならないと紋章師も力を発揮できないわ。バンドレ、クラン、フラン、あなたたちはこの子を助けてあげて。しかし模擬戦といえどルミエル様に刃を向けるなぞ。甘いことを言っていると倒れるのはそちらの方よ。異形兵？もちろん本物ではないわ。訓練用に作ったものよ。材料は植物や岩だけれど、性能は互角。油断したら怪我では済まないわ。偽物でもやはり嫌な感じがしますね。他の訓練方法はないのでしょうか？ダメよ、戦場では誰も待ってくれないの。どんな敵でも立ち向かわないといけないわ。どうか逃げないで。あなたは私の子、皆を守る神竜なのよ。わかりました。大丈夫ですよ神竜様、私たちががっちりサポートしますので。 はい、フランの言う通りです。目線一つでいいように使ってください。
ルミエル様と戦うのは気が進みませんが、ご命令であれば仕方ありませんな。このバンドル必ずやあなた様に勝利。みんなありがとうございます。頑張りますね。さあかかっていらっしゃい。射程の長い武器を持つ敵がおりますな。奴らは離れたところから一方的に攻撃してきます。どうかお気をつけくださいませ。这什么母慈子孝的剧情，一开场就跟要跟老妈老妈说不行，我要训练你，来吧，惨来一场残酷的训练吧。神龍様、僕は魔法を使うことができるんです。離れたところでも近くでも攻撃できて、守りの固い相手にもダメージを与えることができますよ。哦，可以秒了。哦，因为他可以打两下。見ていてくれましたか？お呼びでしょうか？やってみせます。キャー、神龍様、目線ありがとうございます。私はこう見えて戦いのサポートが得意なんです。回復の杖で怪我を治せるんですよ。それから隣で戦う味方をかばうこともできます。かばった後はちょっとひるんじゃいますけど、怪我をした時や怪我をしたくないときはぜひぜひ私に任せてください。僧侶气功。贝拉喜翁，好像是我们前一场剧中的那把剑，在我们老妈的手上。さあ、かかっていらっしゃい。遠慮はいらないわ。わかりました。行きます。哎呀，
它有次数吗？有要消耗什么 SP 吗？或什么？都没有。はそこで待っていて。さて、位置についたところで次の鍛錬を始めましょう。ここからはより実践的な模擬戦を行うわ。私も本気で戦います。これも使わせてもらうわね。あれは聖騎士の指輪。こちらも紋章師を権限します。私はシグルドだ。力が必要なら応じよう。紋章師シグルド、強者の風格ですね。紋章師はそれぞれ能力が違うのよ。異なる紋章師と共にいれば異なる力や技を使うことができるわ。紋章師シグルドにはマルスとはまた違う強さがあるということですか。気を引き締めていきましょう。牙の敵がいるね。僕のレイピアは牙に対して有効だ。僕とエンゲージするとレイピアが使えるようになるから、戦う時は試してみるといい。あ、我们老妈自肥啊。西格尔特，哇，带了个骑马的那个帅哥，老妈自肥了，太过分了。看不太出来，因为之前前一代的时候在攻击前会知道是砍两刀，而他现在好像因为他砍两刀等于是耗两倍的那个武器耐久，所以前一座他一定要告诉你砍了几次，这次看起来好像是直接敌人扣的血量就直接显示在里面，就有时候抓不太准。
神龍様のために。柯蓝好像应该原本可以轰两下。生き延びることができました。哇，会被秒欸，靠。違います。本気なんですね。ええ、手加減はしない。だからこそあなたが私に勝ってくれれば嬉しいわ。その戦う姿とても懐かしいわね。三乘九，命中率100%。みんなお疲れ様。私とシグルドを破るなんてさすがだわ。これにおごらず今後も腕を磨いていきましょう。よく頑張ったわね。はい。緊張しました。ルミエル様と戦うなんてまさかの展開すぎて。でもでも無事に勝利できてよかったです。目覚めたばかりでいらっしゃるのに、どんどんとお力を上げておられますな。この剣をあなたに授けるわ。これはあなたが使っていた神竜のみが扱える由緒ある剣よ。
ずっと私の愛犬だったのだけれど、きっと今のあなたになら使えるはず。私に勝ったお祝いとして送らせてちょうだい。ありがとうございます。必ず使いこなしてみせます。そうね。それからこれも。指輪？これも紋章師の指輪ですか？これは私が作ったただの装飾品。約束していたの、眠る前のあなたと。約束？お誕生日にあなたに似合う素敵なものをプレゼントするって約束。内緒で作っていたのだけれど、出来上がる前に眠ってしまったから。あの時に約束したお誕生日はとっくに過ぎてしまったけど、これをあなたに。それは受け取れません。え？その指輪には大切な約束があるんでしょ。残念ですが、今の私に受け取る資格はありません。もし渡すのなら、記憶を取り戻した時の私に。いつか全てを思い出した時、もう一度渡してください。全てを思い出した時？ねえ、私と戦ってみて何か思い出したことはある？ごめんなさい。いいの、謝らなくていい。全て思い出さなくったっていいわ。それでも、もし私を少しでも母だと思ってくれるのなら、その時は母さんと呼んでほしいの、千年前のように。ごめんなさい、今のは独り言。親子としての時間を過ごしたくて、ついあなたに会えて嬉しくてわがままを言ってしまったわ。わがままだなんて、そんな。すっかり困らせちゃったわね。今日はもう休みましょうか。起きたらまたゆっくりお話ししましょうね。約束。指切りしてくれる？はい。今日はゆっくり休みなさい。さすがですな。说不上来，有一种很奇怪的感觉。那是不是上一代的剧情太比较自然一点？这代剧情有一点挑衅太强吗？あの子が目覚めて本当に嬉しいわ。これからはずっと一緒にいられるのね。話したいことがたくさんあるわ。見せたいものやしたいこともたくさん。一緒に話してお散歩をして
ご飯を食べて、それから…でも、すべて忘れているのなら…もう少しシグルド。ここにいる。あなたに相談したいことがあるの。今日はいろんなことがありました。神竜王ルミエル、あの方は優しい方です。会わせてあげたいです。前のままの私に。きっと素敵な親子だったのでしょうね。眠る前から、いえ、私が生まれた時からずっと。あなた一人で。今のは何だったんでしょう。あれは私？大丈夫かい？かなりうなされているようだったけれど。マルス、大丈夫ですよ。少し変な夢を見ただけです。もしかして近くにいてくれたんですか？君が僕の指輪をつけたまま寝ているからね。すみません、外すのをすっかり忘れていました。そのままでいいよ。指輪をつけていないと何かあった時に力を貸すことができない。それに離れていた方が落ち着かないさ。僕は千年間眠る君と共にいたのだから。あのマルス、千年前の私ってどんな風だったんですか？もしも昔から共にいたのなら、マルスに聞けば早いのではと思ったんです。それは今と同じ優しい君だったよ。だからそんなに焦ることなんてない。ゆっくり思い出そうとルミエルもそう言っていただろう。そうですね。すみません、急に。いや。何です今の音は。まさか敵襲？ルミエルやみんなが心配だ。音のした方に行ってみよう。はい。馬に集中してます。もしかして紋章師の指輪を狙ってきたのかも。ルミエル様が指輪の間で戦っておられます。早くルミエル様のもとに。わかりました、急ぎましょう。神秘团体啊，贝拉里翁 ID 血，可惜了。我来了，现在暴击。何なりと。
目線いただきました。敵の数が多い。これでは指輪の間にたどり着けません。この扉の向こうか。うん、間違いありませんわ。すぐに突入いたしましょう。誰かの声。ヒレネ王国のアルフレッド。は、君はまさか、まさか神竜様、ついに目覚めたのかい。はい。そうか、よかった。この時をどれだけ待ち望んだことか。話したいことはたくさんあるのだけれど、今はそれどころではないね。奴らは一体。私たちにもわからないんです。急に襲撃があって。承知した。では急ぎ敵将を捕らえ目的を吐かせよう。これより僕と我が神下エーティエ、同じくブシロンが奇軍の騎下に入る。指示を出してくれ。ありがとうございます。お目にかかれて光栄ですわ、神竜様。私はエーティエと申します。空飛ぶ敵は弓の格好の的ですわ。どうか私にお任せくださいな。このしなやかな筋肉より繰り出される一戦で必ずや仕留めてご覧に入れましょう。因为我觉得演小兵的表情还蛮到位，怎么有一种被锁定了好讨厌的那种表情的感觉。アルフレッド参る。飞马骑兵的骑兵的这个模仿这么高，还真的。指差し嬉しいです。啊，整蛊别人嘞。神竜様、ご挨拶が遅れました。俺はブシロンというものです。戦う際、敵の近くに俺がいるときは追加で攻撃を叩き込みます。あと一押しが欲しいというときにお使いください。あ、支援攻撃よ。Yeah!
32代目の誇りだ。はい、神龍様のために。刺剑为什么打他都不会那个？看他骑兵跟飞马骑兵分类分开来算。为什么主角升级加的能力值这么少？还是他自己还要吐槽？哇，武器还掉地上，我的天哪！緊張したぞ。我有种主角目前感觉都是被能力都是被压缩过的感觉。雅彪姆竟然是有名字的。あのお方のため、ここは通さぬ。壊してしまいましたの？
いい鍛錬だった。こんなものかな。片付きましたね。指輪の間に急ぎましょう。あなたがショーですか。回廊の兵たちは片付けました。降伏しなさい。抵抗すれば無事では済みませんよ。いつの間に。無事で済まないのはあなたの方です。死になさい。危ない。さあ、残りの指輪もこちらに。立ち去りなさい。いつか目覚めてくれるって信じて
もう力が尽きかけていたのね。そんな、私のせいでこんなことに。バカね、あなたのせいじゃないわ。我が子が目覚めるなら、生きていてくれるなら、親は何だってするものよ。でもこの聖騎士の指輪をあなたに授けます。本当は私の作った指輪もあげたかったけれど、取りには戻れないわね。よく聞いて、さっきの侵入者たちからは邪竜の力を感じたの。奴らにこれ以上指輪を渡してはダメ。お願い、どうかあなたが十二の指輪を集めて、何があっても何を思い出しても神竜として最後まで戦って。わかりました。私が必ず指輪を集めます。何があっても最後まで戦います。だから、だから死なないでください、母さん。ああ、私を母と呼んでくれるのね。ありがとう、その言葉最後に聞けてよかった。最後じゃないです。母さんの作った指輪、記憶が戻ったらくれるって約束しましたよね。それに起きたらゆっくり話をしようって、そう言ったじゃないですか。そうね、もっとたくさん話をしたかった。私、あなたのお母さんになれて幸せだった。私も母さんの子で幸せです。千年前の私も幸せだったと思います。だから、でかい、思い出すまでそばにいて、まだ行かないでよ、母さん。まったくこの子は。ほら、約束、母さんと指切りしましょう。これからもずっとそばにいるわ。いつか指輪を、朝起きたらおしゃべりを、一緒に。母さん、なんということだ、ルミエル様が。神竜王様が崩御なさった。母さん、起きてください。指切りしたのに、これじゃもう約束守れないじゃないですか。ありがとうございます、みんな。母さんの弔いを手伝ってくれて。竜の守り人としてルミエル様にできる最後のことですので。ルミエル様。泣くなよ、フラン。神竜様の方がもっと辛いんだから。ルミエル、こんなに早く別れが来るなんて。子を残し命を落とすことがどれほどの無念か、私はあなたの分まであなたの最愛の子を守ると誓おう。今あの力が使えたら。不可能だ。ここにはまだ
私たちしかいない。そうだね。まさかこのようなことに。力になれずすまない。アルフレッド王子、この度は助力に感謝いたします。しかしなぜこの地に。何か御用があったのでは。実は母上、フィレネ女王の使いで神竜王様に救援を求めに来ていたんだ。少し前からフィレネ王国に化け物が現れるようになってね。化け物？ひび割れた体に黒い仮面、人の形をしているが人でない何かだよ。おそらく異形兵ですね。異形兵？奴らの魔界？はい、正体は生ける屍だと聞いています。屍？道理で意思疎通ができないはずだ。奴らは神出鬼没で無差別な破壊をする。今は王城の騎士たちを各地に派遣し、なんとか食い止めている状態だが、いつまで持つかわからない。こうしている間にも民たちが危険だ。こんな時にすまないが、神竜様、我が国に手を貸してくれないか。共に来てほしいんだ、フィレネ王国に。私が力になれるでしょうか。母さんはもういないのに。ルミエル様はいなくなってしまったが、君はその血と思いを受け継いでいる。指輪の力を使いこなせるのは神竜たる君だけだ。今の我が国には君の力が必要なんだ。すまない、やはり強引だったね。もう少し時間を置こう。僕は一旦国に戻る。その間に考えよう。いいえ、行きます。これ以上家族を殺されて悲しむ人を増やしたくありません。決めたんです。怖いと思ってももう逃げないと。母さんがいなくなった今、神竜の役目を果たせるのは私だけですから。それに各国に指輪が託されているのなら、フィレネにも指輪があるんですよね。ああ。ならフィレネに行くことは私の目的でもあります。12の指輪を集めて世界を平和にする、それが私に託された母さんの願いですから。私は神竜として正式にフィレネ王国からの救援要請をお受けします。そうか、ありがとう神竜様。よろしくお願いします。アルフレッド王子。よければアルフレッドと呼んでくれ。君には幼い頃からよく会いに来ていたから、なんだか親しい友のように思えるんだ。君の方がずっと年上なのだけれどね。友達で構いませんよアルフレッド。実は私には眠る前の記憶がないんです。だから今は生まれたての赤子のようなもので、友達としていろいろ教えてくれると嬉しいです。分かった、何でも聞いて頼ってくれ。ルミエル様の代わりには決してなれないが、精一杯君の力になるよ。ありがとうございます。我觉得这集时间就先到这边差不多好了，刚好，不然到下一关大概又要好对话加战斗，可能又要三四十分钟。然后我觉得这款真的还好，它这个角色
我记得就像以前我看人家影片的评论一样，他这个角色的一些对白什么的，他们的一些情感在里面，这个里面故事的叙述里面表达出来的情感，我就完全是完全是服务于这个剧本，所以剧本已经写好了，就他的角色完全就太这个剧本跟这个对白写的太，我不能说浅，就是以前的确就是这样子设计的，可是这几年下来大家喜欢看一些细节刻画角色的啊，对白比较深度的，应该说是比较能够表达出角色深度的，可以感受得到这个角色的这个想法跟个人的一些理念什么，我觉得这边塑造就很非常传统的，你像在玩一款二三十年前的那种 RPG， 它这种设计的这种对白，我现在是已经是不知道是太老，心态太老了还是怎么样，玩的就觉得很受不了了。希望后面呢、因为它现在都非常的线性，那这边的对话都是一些讲一些场面的一些应这现在这个场景的话，没有看不太出来角色有什么差别了。或角色的这些文装服装的风格啊，我也觉得很，我觉得有点混乱吧，就是大家角色是服装是好看的，可是这个风格不晓得，没有那种战斗装的感觉，那他也不愿意花两套两倍的成本把每个角色设计一个战斗服跟一个日常服的感觉，因为这边就感觉好像穿了一个混搭风格的服装在战斗。不晓得，我觉得风花雪月，我太喜欢风花雪月，所以我来全部都拿回去对比，好像也不公平，因为我没有玩过更旧系列的，说不定就是这样子，所以可能我就是不喜欢旧风格了。说不出来，觉得节奏上我们老妈死了，等于才第三章老妈就死了，也很奇怪。尤其他说他偷偷把他每天都把力量传给我们，那旁边那个马尔斯，他不是说这一千年来我都一直在看着你吗？那他会不晓得他妈妈把每天都把魔力把神那个神龙力灌给他的事情，然后他那个对白说啊，我想不到你这么早就离开了。不晓得，就是他真的没有什么铺垫，或者是后面会有什么会有什么隐藏的要素，感觉现在看不出来。他也不是说他故意不讲，然后后面才跟你说我们其实跟你妈有个另外一个更大的计划或者什么，好像就这真的很没有层次，没有深度了，我真的觉得这个就只能当休闲游戏玩，我真的这样觉得。还有什么我想到的？因为那个风花雪月，你会在，因为我就直接爆雷了，因为我觉得风花雪月拿2019年的战略游戏，我觉得大家该玩也都玩了。就是你爸是佣兵，然后你跟他打了一阵子，然后突然因为本来以为他不老不死，就突然被鹰被人家弄死，然后中间已经是过了好一阵子，所以你会比较。你这个对这个角色投入比较多，所以他的死你才会比较那个，让你觉得哇，怎么突然就被表了被阴了，对，因为你跟你老爸有一些对话，出一些任务啊什么，知道你老爸是什么样子。像我们的老妈都八字还没一，我们都还一上来就是一个失忆的剧情，然后完全还都不还记得老妈什么样子，然后老妈就死了。你说那个我们情感会很强吗？我觉得。不应该啊，当然啦，他如果这个时候把主角写得很麻木，因为想不起来，所以老妈亲生老妈死在面前，但由于实在是没有感受到母亲的温暖，他就如果演得很麻木的话，可能我觉得也会被骂，所以就这样吧。他的剧本就是教科书式的演出，那样很传统 RPG 的这种剧情，就这样。我觉得可能是风花雪月太成功了，这一代我不晓得，先播看看吧，然后
希望他后面可能就是战斗是好玩的，希望就中代战斗剧情就那个样子，王道剧情。嗯，然后这些角色都太没有铺垫了，就跳出来，不然就说跳就跳出来，然后因为也不晓得他会不会有像风花学院那样子有学院生活，你可以跟那些学生们培养感情，然后挖掘他们的喜好，然后对话什么，甚至最后成功打好关系把他挖角过来。这边好像就是一个角色而已，不晓得也会不会有对不好的，也会不会有个人主线的。可是我觉得个人的伙伴剧情对的那个战斗啊或什么的任务，感觉应该没有。也许以前的《圣火小目录》可能就是这样子吧，角色很多，可是都是因为会死嘛，所以可能那个剧情的那个占比就被分散了或什么之类的。这我真的不晓得，以前没有无缘接触，然后风花雪月一接触之后，风花雪月又太做得太成功了，所以也就这样吧。前一座太成功，第二座要继续突破本来就很难嘛，想一想也没办法了。他这个剧情其实你是要说很大毛病嘛，也没有，就是我觉得就是个安全牌，嗯，标准的日系 RPG 王道剧情。唉，好吧，其实我觉得玩下《恶之国二》的剧情，我觉得我还觉得稍微还比这边好，比这边强一点。不晓得，才前面而已，也许后面说不定有什么一些不错的、巧妙的一些剧情安排，或是有一些反转，也不晓得。可能现在讲这些太早下定论了。不过我是玩到一半，我是已经完全快不想听这个剧情。好了，那。很负面的一个评论哦，因为老实说落差有点大了，这也没办法了。不过我应该是会玩啊，至于要不要录，先看自己的状况嘛。因为这个游戏我相信应该自己玩的人也多，录的人也很多，所以应该是没什么会轮不到 YouTube 轮不到推播我这一步了，大概就这样了。好，那以上就是今天这个《圣火降魔录 Engage》的游玩内容了。那我们就感谢大家的收看。我们下次见，拜拜。